安田さん、定期購読でね、この昭和40年男っていう雑誌が送られてきます。2ヶ月に1回ぐらいなんですけども、昭和40年に、まあ昭和40年代ですか。あの頃に生まれた人がずっと体験してきた40年、50年ぐらいの歴史がですね、ここに詰まってるんですよね。まあ今、昭和40年代の、この、まあ言って50年代のね、こうやってアイテムとか社会とかっていうのを、 いろいろ解説している部分にとどまっていますけどもそのうち昭和60年代の紹介とかねそれから平成1年代平成10年代とかやるかもしれないですねまあでもねやっぱりね昭和40年代の、まあ、コンテンツってのはね詰まりまくっていてそっから全然動かないですね当時何が流行ってその時私たち昭和40年代生まれはどんな未来をね 描いていたのか、これ定期購読で、二ヶ月に一回送られてくるんですけども。まあ、とんと止める気にならないですね。まあ、二ヶ月に一回ぐらいが、多分、購読者の受け取るペースと。発行する、そのクオリティの、まあ、一番バランスしているところなんですよ。でも、これ、なんでインターネットじゃないですかね。なんで書籍として送られてくるんでしょうか。私が思うに、昭和四十年代生まれの。皆さんは、私も含めて。書籍を手に取って、の方が。 頭に入るんでしょうね、きっと。それからこれを本棚に詰めておくことによって、なんか一定の感情があるんでしょうね。確かにこういったものを使わずに、インターネット上のホームページが更新されたでもいいと思うんですよ。そしてそのホームページに有料スペースを設けておくことによって、まあ、こんな一冊の本じゃなくてね、例えば、ページ1枚を毎日更新するって形でも、十分これね、2ヶ月分とかやっていけると思うんですよ。 でもなぜ本なのかそしてまとめて出すのか、うん、やっぱり私たちは本で育ってきたからですよね、きっと。ここにね、ちょっとその当時の芸能界みたいなことが書いてあるんですよ。石橋良、プリンセスプリンセス、坪井のりお、FMW 設立、バックトゥーザフューチャーズ、増田恵子というね、名前が書いてますけども、確かにその頃の情報は、 紙で受け取ってましたね私たちはねなかなかねラジオのエアチェックとかテレビ放送でっていうコンテンツ量よりも私たちはやっぱり一冊の本を繰り返し繰り返し読んで次の号が出るまで例えば「週刊少年ジャンプ」漫画一度どり読むんだけども一週間経つ間に次が待てないからまた同じ話を読んでしまうというねだからセリフを覚えるまでそして主人公のこのポーズ ポージングが真似できるほどに繰り返し読んでしまうんじゃないかなと。それがまさに私たちの人生だったわけですよ。長渕剛さんのね、歌も、10年間から始まってね、う、え、ん、ー、まあ、ライセンスっていうアルバムも出てましたけども、当時聴いていた曲の感情が噛み締めるように今出てきますね。だから50代になって、当時の 長渕剛さんでもいいけども曲を聴くとなんかね噛みしめるもんが出てくるんですよ。そしてこう思う思んですよ何度も何度も YouTube で見た曲聴いた曲同じ曲を「え長渕剛ライブであの曲やんの?」と思ったら行ってみたいですよね。うん。だからあれじゃないですか何度も何度も無料動画で同じようなことを吉田さんが言ってる。ででもそれをライブで 金向き研究所で聞くっていうのも同じ曲を聞くんだけどもまた別の噛み締めるものが出てきてああええなーと思ったりねでしかもライブなんで次どんな言葉が飛び出してくるのかっていうこの楽しみね結局最後までなんかこうびっくり意外なものは出てこないんだけどもずーっとワクワクって続くんですよねだからライブっていうのを後でね見返すってことが今度逆にないんですよでもアーカイブは結構何回も聞いちゃったり見ちゃったりするそんな心理状態じゃなかろうかと思いますけども いかかでしょうか今回はですねなんかこう CD とか雑誌とかっていうのとでも同じ内容をライブでやるのとのなんか違いをねこうほのかに思い浮かべながら話してみましたじゃあ今日も行ってみましょうかいってらっしゃい